すぎて増やしちゃった。第一は抜けませんかった。小学生みたいな発声で布施ゆきチャンネル。どうもこんにちは、布施ゆきチャンネルの布施とゆきです。お願いします。じゃあ今日の企画は一心伝心ゲームです。イエーイ。適当にお題出して3回連続揃えば終了っていうゲームです、うん、なるほど。いやもう一発でこれはいけるでしょ。お題大事だよね。じゃあごちそうといえば、おお。いけるよ。せーの、焼き肉。お寿司。うわー、終わった。うわー、迷ったけど終わった。2択だよね。終わりましたね。はい、終了まあちょっと仲良し度検証だから。そうだね、引き続き頑張りますか。2回目で決めよう。お題が悪かったわ。そうだね、で誰でも2択やもん。そんな私らといえばそれみたいな。確かに。そうなんかある。じゃあ楽しかった旅行先といえば。なるほどせーの、北海道。おー、完璧完璧ですね。なるほどね。そうだね、確かに確かに、これは本当だね、はい、一番長かったもんね。5泊6日かな、4泊5日か覚えてない。楽しすぎてね。あ、そっか、楽しすぎて増やしちゃった。短く感じたんじゃなくて増やしちゃった。長く感じた、長いなと思ってこの旅行。そうだな、何がいいかな。まだ1よあと3連続だもんね。そうもう1個いい。え、こんな序盤で詰まる。何とかといえばでしょう、うん、花といえば。お、いくよ、せーの、バラ。おお、これは当たるかもしれん。そうだよね、でも思い出した。思い出した、ギリギリで思い出した。あ、そういうこと。あ、そうそう、思い出がある花をギリギリで思い出した。誕生日にあげたからね。そうもらった。え、2位もいける。いける、難しいのいく。あ、難しいので終わらせたい。これはいきますね。将来住みたい国は。将来ここで生涯を終えようと思ってる国。オッケー。これ揃ったらすごいね。これマジですごい。喋ったことないもんね。ね。せーの、スウェーデン。ああ、惜しい。あ、二択だったわ。スイスとスウェーデンやったわ。え、すごい。マジ？スイス。一択だった？一択っていうか、フィンランドかスウェーデンやった。へえ、その心は。なんか福利行こうって、なんだっけ。いいやんね、なんか年金とか良さげやん。あれ払ってなくてももらえるの、それ。急にお年寄りになってか言って。そっか、もらえないか。え、なんかスイス結構憧れないよな。まあ確かに分かる。え、ってかでも惜しいね、それやったら。スウェーデンって書いてたら終わってたやん。一回も喋ったことないのにね。スウェーデンで暮らしたいとかさ。ね、スウェーデンの話したい。すごい。行こう、次。動物といえば。ほう。え、パッと浮かんだのでいい。うん、2択よな。せーの、猫。どういうこと。鼻水出たんやけど。キリンでしょ、動物といえば。待って、違うやん。え、どういうこと。あ、そういうこと。猫ってそういうことか。え、なんと何やと思う。俺キリンとゾウで2択やった。え、なんと何やと思う。ちなみに猫と犬違うよ。え、じゃあなんか私らといえば猫とクマじゃない。いや、猫クマならわかる。あ、なるほどね。そう。猫は？猫は好きっていう話するやん。ああ、犬も好きよ。猫派やん。猫派やん。猫派か、俺一応。うん、猫派じゃないか。難しい。実家で犬飼ってるけど。そう、実家で犬飼ってるからね。猫派とはちょっと違うけど。いや、今のいけたか。ちょっと今のむずい。まあむずいかね。キリンはないでしょ。キリンかゾウでしょ、動物といえば。そういうことね。なんか小学生みたいな発想ね。失礼。神奈川といえば。おお、なるほど。わかんねえ。神奈川といえば赤レンガ。別にだろう、一応。待って、そんな、じゃあ東京だと思ってて、千葉みたいなやつやん、あれ。東京じゃない。東京じゃなくて、あ、そうそう、神奈川か、確かに。東京に寄ってて、そう。
ディズニーランド神奈川にあると思ってた。マジ？いや、勘違いしました。ちょっとね、いつも走ってるんだけどね。ああ、疲れてるもんね。いや、でも俺、ディズニーって思い浮かんでから神奈川って。ああ、なるほど。終わっとる。そういうことね。もうぐちゃぐちゃだな。じゃあ、千葉といえば。おぉ。うん。せーの。海ほたる。ディズニーランドだろう。千葉といえば。海ほたるでしょ。海ほたるでしょ。言ったけどさ。いやいや、だってさ、今それディズニー出てさ、ディズニーってやって揃って嬉しい。確かに。そこまで行ったんかと思って。ああ、なるほどね。なるほどね。ちょっと。慌てすぎて、そこまで行ったんかと思って。なるほど。予習したやつを出してみるから。違うか。そこまでずるくない。まあ、千葉、そうだね。じゃあ、色といえば。へえ、なるほど。行った方がいいかもしれないな。色といえばか。せーの。ティファニーブルー。あ、寄せてくれた。ちゃんと好きな色だから。寄せたんだけど。二人のやつかなと思って。あ、そういうことか。あ、二人にゆかりで考えるもん。そうそうそう。え、そういうゲームじゃないの？あ、でもそういうことじゃないか、でも。今のところルールではまだそれ入ってない。そっかそっか。じゃあそういうことにします。料理といえば。ほう。せーの。鍋。たて焼き。あー、まあまあ。あ、いいや、次行こう。次行こう、次。鍋でしょ。鍋毎日食べてる。鍋しか食べてない。一番多分食べた料理の中で多いのは鍋。鍋だね。ダントツで鍋。ずっと食ってるからね。年中。確かにな。合わないね。やばいね。初め。なかなか。マスク出来やった。そのもんよね。大体なんか。確かに。最初が一番いいよね。うわ。俳優さんといえば。おお。誰と思ってる？え、どういうこと？誰と思ってるよ。佐藤健。マッケンユー。あー、そっちも思ったよ。せっちゃん知らないからさ、あんまり有名な人書いとけばいけると思ったけど。なるほどね。二択やった。でも佐藤健のこと知ってるかな。なんかさ、好きとか言ってなかった？言ってないわ。やば。佐藤健さんやってるのに YouTube。え、やば。ちょっとカットして、カットします。まあでも、え、なんかさ、映画でさ、この映画好きみたいな、佐藤健のやつじゃなかったっけ。ああ、言ってたよね。世界から猫が消えたらね。そうそう、それそれ。確かに、あれめちゃくちゃいい。それだと思って、マッケンユーか。俳優さんといえばマッケンユーってイメージあるわ。ああ、ゆきちゃんの話に出てくる。ああ、確かに、一番私が好き。好きな女優。好きな人だった。女優といえば。女優といえば、せーの、宮崎葵。いや、そりゃそう。そうなんです、ね。せっちゃん大好きだからね。そうなのよ。わかりやすい。推しだからね。私が推しを言っとけばよかったね。そうね。まあ、確かに、マッキーユか。マッキーユ私が書くべきか。ちょっと寄せちゃったわ、せっちゃんに。好きやなと思って、佐藤。あ、お互いにね。そう。え、でも今1、1。ワンアウトみたいな。なんかやるよね。え、これ2の指できないんだよね、これね。あー、これめっちゃかっこいいよね、これ。あー、これ2アウト。こうやってやってんのかっこいい。野球選手といえば。ほうほうほう、オッケーオッケー。せーの、鈴木誠也。あれ、違ったっけ。菊池やん。菊池やん、私好きなの。うわー、鈴木誠也と被ってたな、なぜか。で、森下か菊池やん。菊池のやつ持ってるし、ユニフォーム。まあ、確かに。なぜか鈴木誠也と丸の二択だったな。広島なことは許す。広島でちゃんと探してるところは許す。そうそうね、丸今巨人だけどね、確か。あ、そうね。言っちゃった。手、あ、間違った。スポーツといえばって言おうとして、手って言っちゃった。ダメすぎる。テニスやんね。そうだね。うん、それはテニスで、スポーツといえばテニスですが、文化系の部活といえば。なるほど。あ、ごめん、そんなむずい。へえ。せーの、
吹奏楽部 OK。 おーいいよ、うん、じゃあさっきお寿司って言ったんだけど、うん、好きなお寿司、あ、お寿司の具といえば、ね、OK、 せーの、サーモン。完璧、完璧です。そりゃサーモンやね。これでラスト一つ、うん、好きやもんね、一番ね。ふるさと納税でも頼んでるからね海鮮しか頼んでない。いくらホタテ、サーモン、ね、明太子何がいいかな、最後ね。何がいいかな、もう決めよう。いや、かっこよく決めたいやん、しかもね。そう、確かにかっこよく決めたら難しいやつでしょ。みんなが分かんないみたいな。いや、それといえばそれやろみたいなのはダメじゃない。あ、吹奏楽部みたいな。確かにサーモンみたいな。サーモンを結構するのかな。確かに。芸能人といえば、ほー、あ、じゃあ芸人といえばでしょ。なるほど、芸人といえば。うわ、今二択だなせーの、かまいたち。おー、自分を出しすぎる、二人とも。かまいたち大好きだからな。ここに見てるからな、ずっと、ね、そっか。今どっちも見てるけどね。どっちも好きなの出し合って ね一緒にどっちも見てるけど、かまいたちが好きなのよ、私は。おもんぱかって。おもんぱかるって合ってる。学校の科目といえば、あー、なるほどね。せーの、数学。おー、OK。 あー、まあ、好きだよね、数学。数学でしょ。学校で言えば数学科はあるよな。ね、難しそうよね、なんか。うん、難しい。マジで苦手だった。まあ、難しい。哲学だもんね。そうそうそう。数学は。マジでむずい。今1年。うん、1。順調よ。順調、ちょっと2は行きたい。だってあのスロットでさ、2個目外れたらもうなんか。ね。確かに。だいたい2個あって最後外れるか、とかだから。2個は、ね、2個は揃えよう。2個まで行きたい。うん。え、木の素材って言えば。オッケー。知らないからさ、あんまり。うわ、やばいかもしれん。いくよ。せーの、オーク。オーク。あ、なるほどね。オーク材とかね。オーク材。あ、そういうことじゃないよ。私これしか出てこなかった。逆に詳しくなっちゃって。家具調べすぎて。なるほどね。オークね。あ、違う違う違う。オークね。オークか。いやー、ヒノキね。ちょっとね、ちゃんと相手のやつをね、こう考えて、そうね、あ、こういう考え方するんだな、この人は、みたいな。おっそ。学んでいかないと、もうやばいね。あ、そっか、うん。確かに。もう仲良しじゃない。確かに。今こそね、仲良しになるためのゲームだからね。なるためのゲームになってるね。確かに。ドラマといえば。おお、なんだろう。なんて書くんだろうな、ゆきちゃん。合わせてくれてる。ありがとう。私書いちゃったから。せーの、リチプは極戦。本当？いや、見てたけどね。見てた見てた、極戦は。リチプは、リッチマン、プラウマン。うわ、めっちゃ好きやん、私。ノリナってやつね。あ、そうそうそう。ポンみたいな。いや、わかんない。ヘルメット投げるやつ、ね。そう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 。見てないんだよな。口頭でしか好きならそばにいればいいってやつね。かっこいいんだよな。いい、そこだけ聞くとな、なんかしょぼいもんな。流れがあるからね。そうそうそう、ブラジルに行っちゃうのよ。ぜひ見てください。面白いよな。お腹減ったら食べればいいだろうみたいなことだよね。筋肉理論じゃない、そんなことない。都道府県といえば、おお、せーの、愛知県。栃木。あー、なるほどね。愛知県でしょ。まあ、確かに愛知県で出会ったからね。悩みしちゃったわ。あー、まあね、そう、栃木でプロポーズしてもらったから、いろいろあった、ね、プロポーズしてくれたからね。キャラクターといえば、おお。せーの、プーさん。森蔵。ちょっと愛知から抜け出せんかった。森蔵だな。そんな好きじゃなかったよ。いや、わからんけど。森蔵だな。それプーさんやん、私らといえば。私らといえばね。え、キャラクターって言った？うん、キャラクターか、プーさんって。あ、プーさん、もう家族だもんね。家族の一員だね。あ、キャラクターなんだ。あ、ごめん、現実、やばいやばい。そっか、
サンタさんはいるよね。いるよ。プーさんも家族。そうだよね。生きてるあれは。そうだよね。うん、生きてるよ。今も寝てるからね、あっちの部屋で。やばい。夢壊しちゃった。プーさんか。文房具といえば。おお。せーの、シャーペン。合わんねー。とことん合わんな。合わんねー。シャーペンじゃないか。消しゴムじゃないか。どっちが悪いんだろうな、これ。まあどっちもお題が悪い。あ、そうだね。仲良くないだけ。暖房の温度といえば。おお、なるほどね。暖房の温度といえば。暖房の温度といえばね。食べてるか。せーの、24度。おお。これにしてるね。よしよし、そうだね。最近これで過ごしてる。冷房の温度といえば。うわなんかずるいのかわからんな。ちょっと覚えてないな、夏何度やったか。せーの、27度。そんな、高いね。そんな寒い。ダメだよ、地球温暖化だよ。ダメか。なんか書いてない？28度。書いてる書いてる。ちょうど暑くない？28度。そうそう、ね、微妙だよね。だからそう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 。顔のパーツといえば、せーの、目。おお、すごい。なんで？まあ1回当たったし。私はあの対照的なとこね、うん、そう好きになったところ、私が好きになった理由、目嬉しくないよな本当に。そっか、クリンクリンクリンだからかわいい月といえば何月。おお、せーの、7月。あ、そうだね、ごめん、私が間違えた。あれ深読みしちゃった、また。あら、深読みだね、それは、うん、プロポーズされた月にしちゃったね。結婚した月10月だからね。そうね。コンビニといえば、せーの、セブン。オッケー、セブン一番美味しいから。分かる、って言っちゃダメか季節といえば、おお、なるほど、4択ね。4択ずるいか。せーの、秋。あれやと思ったわ、あの結婚した季節やと思ってた。なるほどね。別に秋に思い出ないもんね数字といえば、なるほど、それは自然数。自然数、せーの、27。あ、でも惜しいね、割と、うん、3の倍数やんなんで 27？ なんか書きたくなっちゃったなんで 3？ 素数同じぐらいわからんマジで素数いっぱいあるんだから確かに、なんとなくやったな。ちょっといよいよ当てたいね。やばいね。うわー、コンセントの差し口の本数といえばわかんないけど、どういうこと？どういうことやるか。せーの、2つ。あー、よし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 。2つのやつもあるからね。あ、そういうことね。そうそうそう、1個あれがさ、4つかなって迷った。あー、そういうこと？そう、2のセットのやつね。ちょんちょんってやつ。あー、よかったよかった。これすごいね、当たったの。だって4つやん、大体2やね。しかも 3つもあるのに2。そうだね、すごい仲良し。これはすごいよ。仲良し。いいんかこれで。いいんかな。仲良しじゃないこと認めてるもんな。確かに。ちょっと頑張ろう。アーティストといえば。なるほど。せーの、スーパービーバー。スーパービーバーやん、私らといえば。まあアイコも思ったけど、それは私すぎん、ちょっと。合わせに行ったのにな。あ、ごめん。むずいな。観光地といえば。なるほど。せーの、京都。おー、すごい、これは合うんだね。ね、いい感じよ。いい感じよね。日本料理といえば。おお、日本料理。頼むよ、ゆきちゃん。分かった、同じこと思ってくれ。頼む。せーの、お寿司。お寿司一回出たもん。いやいやいや、しりとりじゃないから、別に出てもいいでしょ日本料理といえばお寿司。まだ、そっか、出たらダメか。天ぷらやと思ったな。まあ、確かにね、英語の教科書とかでも出るもんね。そうそうそう、天ぷら出てるからね英語の教科書に出てくる先生といえば。おー、なるほどね。うわ
たな、ずっと同じ先生いたな。覚えてない、多分この人って。ちょっと待って、覚えてない、覚えてないって。10年前とかだからね、記憶。せーの、マイケル。あ、それ、そうでしょ。ミスグリーンよ。いや、でもそれ若い女の先生ね、マジで。そう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 、あの顔だけはでした、あの緑色の。いや、覚えてないよな。あ、じゃあ、あの国語の教科書に載ってる物語といえば、これはもうさ、わー、せーの、ゴンギツネ。ゆきちゃんの影送り。こんなあったよね。ちーちゃん、ちーちゃん。あ、ちーちゃん。ちーちゃんの影送り。あ、ちーちゃんの影送りか。俺これ知らないんだけど。あー、で、私がね、よかったよって言ったやつ、ね。そう、よく言われるやつ。ゴンギツネか。ゴンギツネはさ、ね、全部に載ってるみたいな話したやん。確かに。え、あれはあの、友達のさ、標本のさ。あー、あれでしょ？エミール。エイミール、君は最低なやつだな、最低なやつだな、みたいなやつ、ね。夏の日の思い出とかだっけ？あー、それ。かな。それってことにするわ。うわー、悔しいな、でも。ゴンギツネはね、ゴンギツネに合わせるべきじゃない。しかも間違ってるしね。これ私が書いてたとしても合ってないから。女の子の名前といえば。ほー。女の子の名前といえば。あ、お前。せーの、ゆき。あ、オッケーオッケー。あ、これでいい。そうでしょ。テレビ番組といえば。おお、なるほどね。え、いつ頃までテレビ出た？大学に入る前までか。高校。あ、なるほど。いい、高校2年ぐらい。なるほどね。せーの、羽飛び。あー、なるほどね。羽飛び。羽飛び見てたね。見てたよね。確かに。ギリギリですね。うん。VS 嵐も確かに見てました。そうですよね。はい、すいません。やばいね。こんなワン、こんなワンもんか。携帯のキャリアといえば。お、せーの、au。あー、楽天やと思ったけどさ。あー。どっちって言ったからさ。なるほど。変えちゃった？うん、変えちゃった。なるほど。ドコモと au で迷ってる人やと思った。あー、なるほどね。通販サイトといえば？ダメダメだ。あ、ダメ。ダメか。楽天でしょ？え？俺 Amazon で書くつもり。いや、よかったやね。とことん合わないね。合わないね。やばいよ。結構合うのにね、普段の生活やと。ね、てかめちゃめちゃ同じこと思ってるし。ね。基本ね、一緒なのに。うん、まあ、なんか構えるからじゃない、もうなんか素でいこう、ちょ、リラックスしていこう。素で、素でなんとかで言えばっていうことでも会話みたいなね、なんとかといえばあれよね、みたいな。そう思ったら合わんな、その瞬間多分。確かに。なんだろう。なんだろうね。高級ブランドといえば。おー、なるほどね。せーの、ルイ・ヴィトン。あー、そっか、ヴィトンやと思っちゃった。なるほど、なるほどね。同じ高いよな、知らんけど。知らんけどね。知らんけど高いよな。一番面白かった出来事といえば。あー、なるほど。一番面白かった出来事。一番面白かった。せーの、名古屋で新幹線の終電を逃して連泊した。北海道旅行中にシャンプーのボディソープ。ああ、それだ。でも正解そっちです。確かにそれ、それでさ、確かにそれはそうだね。うん、そう、これ面白かった。面白くはないか。で、まさか逃すと思ってなかったよね。そうだよね、普通に逃した。急いでホテル取って。いや、でもそれは大事な思い出だわ。ね。喧嘩ね、初めて喧嘩して、初めて仲直りしたよね、それで。そうだよね。それでね、せっちゃんが間違えてくれたから、ちょっと爆笑しちゃった。険悪なムードやったのに。些細だよな。面白い。あれ、合ってないか、でも。そう、やばいね。確かに、それ、面白かったよな。クリスマスといえば。
ほうほうほう。もうすぐクリスマスだもんね。せーの、サンタさん。靴下。むずっ。ひねっちゃったわ。クリスマスツリーかサンタさんで、いや、こんなベタなの書かんかと思って靴下にしちゃったなんでハロウィンといえば、おお、なるほど、せーの、かぼちゃ、うわやばい、お正月といえば、なるほど、せーの、もち、おー、オッケー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 、きた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 来たよ。子供の日といえば、せーの、こいのぼり、おきおきおき、よしよしよし、いける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 、あと一個、あと一個いける、なんだ、夏休みといえば、うわちょっと落ちた、いきますか、夏休みといえば、夏休みといえば、せーの、宿題、おおよかった終わりしたよな、私ら最終日にやるタイプね。7月に半分以上終わらせて、うん、8月31日に、なるほど、ね、残り全部やってた。あせっちゃんは7月に1割5分終わらせて残り8割5分を31日ギリギリやってたよ関数ドリルとかさ、私全部7月に終わらせた。でももうなんなら始まる前に終わらせて、夏休みがすごい、なんかちょっと余裕こいてるからさ、うんうん、めっちゃ遊ぶやん。日記とか全部31日に書いてた一行日記であれや、ね、あれ全部31日に、ね、よかったね、あってよかった、すごいできた、ね、終わった、無事無事仲良しだったね、仲良しだったねはい、はい、ということで今回の動画を見てくれてありがとうございました。この動画いいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録とコメントお願いします。お待ちしております。バイバイ。50分かかった。50分超えたねもうちょっと仲良くなろう